皆さんごきげんよう、えー。前回は仏教で一番大切な、えー、まあ、悟るための最強の道具であります、知恵というものについてお話をいたしました。えー、知恵の本質は断ち切ることと、それから照らし出すこと。いずれにしても、えー、無明に覆われた我々の心の中の煩悩を知恵で断ち切り、そうしますと、 その結果として世の中の本当のあり方が見えてきますから照らし出すというそういう2つの働きを持っているんだというお話をいたしましたさて今回からまた対論のテーマが変わりましてその知恵ですねその知恵を使って実際に我々がこの世界を見ていくと何がどう変わって見えていくのか変わるというのはですね あの前回も言いましたが我々が仏教でなすべきことは、えー、錯覚の自覚とそしてその錯覚からの解放でしたね。ですから知恵を身につけることによって錯覚が見えてくるんだとこうだと思い込んでいる私たちのあり方はこれに違いないとすっかり信じ込んでいるその姿が知恵を使ってみますと全然違うものに見えてきますよというそういうテーマの あのえー、対論が今かから始まるわけなんでですすねよろしいですかだから、えー、今まではその一番大事な知恵について語りましたがその知恵で実際に見てみると世の中はどう見えるんだろうか見てみようという、えー、そういう具体的なあの話になっていくわけですね。で、えー、今回「対論」のその4といたしまして。 このあの1とか2っていうのはこれ私が勝手に区切ってるんです別にミリンダンモンジが切ってるわけじゃなくて私が塊でここで一塊ここで区切りがつくというふうに自分で区切ってるその区切り方なんで順番に皆さんにご紹介しているその第4番目ですね。対論4王様が聞きますこの世に生まれ変わってくるものは同一の存在として続いていくのですか なんか難しいけど何のことこの世に生まれてきたこの私、生まれてくるのはこれ、輪廻で生まれてくるんですね。当時はみんなそう信じてましたから、えー、過去世から過去で死んで、今のこの私として生まれ変わってきました。お母さんのお腹の中で、えー、受胎をして、そして大きくなり、おぎゃーと生まれて、そしてここまで育ってきました。この、まあ、私だったら六十数年間の この私というものは同一の存在、一つの存在が変わることなくここに今いるんですかという質問なんです。ん、難しいよね <laughs>。で、答え、同一ですと言いたい気はしますね。生まれた時の私、それはそうですよ。同じ人間だもの。小さい時に生まれて大きくなって頑張ってきましたよ。 今まで一生懸命努力してここまで来たそれはもう全部私が一人でやってきたことなんだと言って私一人の変わらぬ世界が続いていると考えたがるんですね私たち人間は。でその一方で考えてみますと10歳の時の私と今の私と比べてみればまあどう考えたって別ですよね。中も外も全部違ってるわね。 どうなんだということです。で、仏教はどう考えるんですかブッダの考えは、教えはどうなんだと聞いたわけです。王様がね。そうしましたら、長生な尊者が、同一でもなく、違ったものでもなく続いていきますと。同一とは言えません。違ってるとも言えません。どちらでもない 形ででは続いいててきているのですと受胎死お腹の中でね体内で生育し何か月ごとにね 1, 1週間2週間だんだん大きくなっていきますそして赤ん坊としておじゃあと生まれそして幼年期少年期青年期そして成人とこのように人は皆同じような経過で辿って経過をたどって えー、一生を送っていきますがそのそれぞれのあなたそれぞれのあなたっていうのはおなかの中に生まれた時の受胎の時のあなた1ヶ月後のあなたとつき10日後の生まれた時のあなた少年だった頃の少年少女の頃の可わかった頃のあなた青年だった頃の若々しかった頃のあなた そして今のあなたは同一でもなく違ったものでもありません。と言います。これはもう仏教の生命観、生物観の基本中の基本ですね。すべてのものは、すべての生き物、あらゆる生き物は、一国と一瞬一瞬に変容していく 要素集合体の集まり要素の集まりなんだけれどもだからといってそれが一瞬でパーッと発散して消えてしまうわけではなくて前の瞬間のものを継ぐ形で継ぐんです同じものがあの次の瞬間来るんじゃありません前のものが元になってそれを継ぐ形で次のものが現れそしてそれをまた継ぐ形で次のものが現れこれが 数百分の一秒の時間単位で次々に連続していくその流れなんだと。その流れを我々は生きているとか、何て言うかな、私という存在だとか、生き物だというふうに捉えるんだと言うんですね。ですから当然ですが仏教の答え、同一なんですか、違うんですか、どっちなんですか、はっきりしてくださいという質問に対して、 はっきりなんかできません。はっきりしたものではありません。どちらとも言える。どちらの方向から見ても成り立つものです。同一でもなく違ったものでもなく続いていくのであります。このように言うわけですねよし。これはですね、私たちの中に魂があると考えている人たちからはこの答えは出ないんです。魂があるということ、魂は 変わらないんですね。変わらない。魂が刻一刻と別のものに変容していきますなんてことはない。魂は魂として、確固たる、まあ、アイデンティティを持って実在していると考えますから、私の中の本質は魂だと考える人は、私は同一でもないし、違ってるわけでもありませんという答えにはならないわけです。魂は常に一つです。単一です。 独立してますそれにいろんなものがくっついてくっついてるものはどんどん変わっていったり壊れたり消えたりしていきますけどもコアは変わりませんよというのが魂の世界観を信じている人たちの考え方それに対して仏教はそのような核はどこにもないんだと処方無我だと言いますからそうなってくるとね同一か違うのかという質問に対してはどちらでも取れますよと。 いう答えに当然なるんですね。で、えー、さらにこれ長老の、あの、尊者様のね、えー、お言葉でございます。悪行を行ったあなたと、その報いを受けて苦しむあなたは、同一でもないし、違ったものでもありません。つまり、時間の経過の中の原因結果関係を見て、 前の私と後の私ってこれ一緒なものなんですか違うんですか一緒だって言ったらなんか魂のようにずっと同じものがついてるということになるし違うっていうことになってきたら昔やったことの報いを後の時代に時間が経ってから「呉」ですね「呉」の力でそ,れをその報いを受けるということも矛盾するじゃないですか別物なんだからというんですが。 仏教では同一とも言えるし違ったものとも言える。逆に言うと同一とは言えないし違ったものだとも言えないと。とこういうことになるわけなんですね。で、その次が面白いですね。それらすべての状態が、こう、刻一刻と変わっていく。それらすべての状態が変化しながら続く身体をよりどころとして、肉体。この身体も変化してますが、この 変化しながらも続いていく、同じ形が少しずつ変わりながら、次々に、まあ、受け継がれていく、この身体を拠りどころとして、これを土台として、すべての状態が、お腹の中に生まれたとき、出産したとき、子供のとき、青年の時とき、年取ったとき、このすべての状態が連続して続いていく肉体を、 よりどころとしてそこに全部包含されているのが今のあなたなんですとこう面白いです、ね、つまり時間的に次々に変容していくんだけどもその変容していった、まあ、全てのフェーズですねフェーズっていうかまあ表あの縦の輪切りにしたその一面一面がずっと続いていくその輪切りを全部集めてパカッと一塊にしたのがた 今のこの私なんです。で、この私もまた全部一塊にはしてあるけれども、それもまたこの一瞬のフェーズであって、次の瞬間になるとまた、その今の私もまた次の瞬間の材料になっていくんだと。面白いですね。すべて過去の生まれた、生まれる前からの私の、生まれる前ってのはその体内にいる時からのね。体内にいる時からの、 と積み重ねた私の集積が今現在の私としてここに集まっています。集まって今の私がいます。しかしそれもまた次の瞬間の私の一つの要素としてそれまでの過去のずっと続いてきたものの最新の一コマとしてそれも集めて次の瞬間へ送られていきます。だから次の瞬間の私はそのずっと過去の一瞬前の私まで含めて全部が にになってて集積してそこに私といいうものがいるつまり時間的に変容していくことは間違いないんだけどもその時間的変容が瞬間瞬間にそのその最先端の瞬間の私にいつも集まっている集積しているそれが次の瞬間にまた次の集積へと含まれていくってこういう形で私というものの存在を見なさいというんですね。 ちょっと、ちょっと興奮しますね。ああ、しちゃう。面白い考えですから、ですから、こういうるんです。すべての状態が最後の意識。最後っていうのは今、現在の最先端の意識に包含されているんです。だから私は今瞬間、もう、もう次の瞬間行っちゃうから、まあ一応ここで止めてと、時間が止まったとしてね。で、私過去を見るわけです。そうすると私というものを作っているいろんな 過去の生まれるあ胎児からの要素が全部とつながって今の私になっているということなんですでも全部覚えてません全部覚えてませんなんで覚えてないかというとそれはれ私の記憶力が悪いからです記憶というパワーは実は全ての現象を覚えていくようなそんなあの強い力なんかどこにもないんで自分に都合のいいものだけを引っ張り出して覚えていくわけです だから、過去の私、小さい時からの私を思い出そうと思って、いろいろ思い出され、思い出されますわね。誰だってね、昔のことを思い出しますが、実は思い出してるのは、思い出したいことだけ思い出しているわけですね。思い出したくないこと、嫌なこと、隠しておきたいこと、それは実は脳裏に浮かばない。だからそれは私の,あの記憶の中に入ってこないということで、実は、 記憶があるから私は昔から変わらず一人の人間なんだというのもこれも実は曖昧な記憶の積み重ねでできている今私の勝手な思い込みなんだということになるんですよ。ね、で生じるものと滅するものは別のものでありながら継続しているのですというわけですね。まとめて言いますと私たちのあり方は 要素の集合体が変容しながらまとまりを保ち続ける状態。それが刻一刻と変、もう瞬間瞬間で変化しながら集合体が続いていくという、そういう状態なんだというわけなんです。比喩を使うのは良くないと言いましたが、まあ例えばね、例えば <laughs> お許しいただいて、例えば空に浮かぶ雲ですね、クラウドのあの雲の様子は 雲という一つの姿としては存在しているように見えますけども、実はそこには複雑な、まあ言ってみれば水蒸気の粒子がもうものすごい変、あの、なんとか複合体でお互いに動きながら全体を作っている。だから雲の本質なんかどこにもないです。どこを掴んだって雲なんか取り出せない。しかしそこには雲というものが一つのまとまりを保ち続けながらそこに存在している状態ですね。よろしいですか もちろんその雲も時間が来ればやがて消えます。やがて消えます。時間が経てばそのまとまりをまとまらせておく力も消滅し、うんさん無視をしていくわけですね。そういうわけで、えー、まあ、あんまり良くないかもしれませんが、例えとして私たちは雲のような存在であり、そしてその一瞬一瞬が過去にその雲を作ってきたいろんなフェーズの全体の集合体が今の時間であり。 それもまた次の時間になると次の集合体の要素の要素として働くようになっていくというそういうその過去の集積が今現在の一時点を作っているというこの考え方で生き物の姿を見よというわけなんですねだからよろしいですか生き物がいないとは言いません仏教は絶対的に生き物は存在すると言いますしかしながらその生き物の中にコアとなる これが生き物の本質です。これが、まあ、なんていう生命の本体です。あるいは魂です。というようなものはどこを探しても掴むことはできないのであるというわけです。だから、同一とも言えないし、違うとも言えないという答えしかありえないというわけですね。はい、最後にちょっとだけ、あのー、えーま、ま、えー、申し上げたい。 今私あのミリンダ王朝のこの第4の対論についてお話をしてるんですが実はこの,あのミリンダその部分をねその部分を読みますとちょっと違う解釈をしているんですねあの翻訳とか多分注釈が言ってるんだと思いますがこれ前世のも生き物が死んで今生まれ変わった時に前の前世のあなたと生まれ変わったあなたとは 同一ですか違うんですかという質問に対して同一とも言えないし違うとも言えないというつまりあの死を境として輪廻していく前後の話としてこの議論を語ってるんですが内容を読みますとねどう見てもそうは読めないんですねここのところは。だから申し上げたいのはここで言ってるのは死んで生まれ変わった前後が同じものか違うのかと言ってるんじゃなくて。 生まれ変わって小さい時からだんだんと成長し死ぬまでのいわゆる一生ですね。この一生の中のあなたは同一なのか違うのかというのが本来のテーマだったはずなんですね。それがまあいつの間にかねあのこれ輪廻の話の輪廻の前後の話にちょっとテーマがこうすまあすり替わったような気がいたします。 ですからまあ翻訳なんか見ますとこれ実は「輪廻の前と後とはどうなんですか?」って書いてあるんですが本当はそうじゃないと思います。ここは私たちが今生きているこの人生というものの中の過去の私と今の私と未来の私のその同一性と相違性をテーマにした話なんだということはちょっと付け加えですがこれは私の学説学でいらうですね。考えだということでございます。 なかなかね。このあの何て言うかな？集合体の話と面白いですね。はい、それじゃあまたこの対応の続きはまた次回お話をいたします。今回はこれで終わりにします。ごきげんよう。